工部大学校の校舎、教員、学生工部大学校誌費、千代田区工部大学校は、明治時代初期に工部省が創設した技術者養成機関で、現在の東京大学工学部の前身の一つである。今日の日本の工業技術の礎を築き、工業発展に多大な役割を果たした。1871年創設の工部省の、 工学寮を1877年解消したもので、1886年帝国大学に合併した。ヘンリー・ダイアー明治4年8月14日、工部省の重量一市の一等寮として、工学寮が創設され、初代工学頭は、工部省有の山尾洋蔵が務め、官職技術者の養成を目的とした。中心事業は、実践的技術者養成のための工学校を開校。 運営することで、当初の構想では、工学校は小学校と大学校から構成される、はずだった。同年暮れ、測量士の親と医技術者に祖先作りの小学校校舎建設を進めさせ、イギリスから小学校教師団の到着を待ち、1872年初秋に小学校を開校する予定だった。しかし、小学校教師団任用はうまくいかず、 山尾は新たに旧地のヒューマセソンに相談し、1872年7月になって岩倉施設団副主として都営した。マセソンからグラスゴー大学のウィリアム・ランキン教授を通して、ヘンリー・ダイアーを都県にとする教師団が推薦された。1860年代末、ランキン教授は、ウィリアム・トムソン教授と共に、グラスゴー大学に工学部を新設しようと奔走し、ダイアーは、 ランキン教授の下で技術者教育学を専攻していた。ランキン教授の計画は叶なわなかったが、代わりに、市の考えをダイヤーは日本で実現しようとした。岩倉施設団に同行していた林正が、1873年、スコットランドで教師団任用契約の手続きを行い、同地から日本までの船旅の同伴の任に当たった。ダイヤーは小学校を別個に開くのはやめて、 大学校を基礎課程、専門課程、実地課程の3期6年生とし、土木、機械、増加、電信、科学、夜勤、鉱山、造船の6学科とする学則、シラバスを作成した。教育内容は、1871年にロンドン近郊に開学していた、王立インド工学校と同じように半年ずつ講義と実習を交互に行うサンドウィッチ方式とし、 また、実地課程のために赤羽工作文局を併設させた。1873年9月に学生募集が行われ、11月に開校したが、校舎の建設は間に合わず青井町の仮校舎で事業が始められた。当初、工学校校長は山尾が兼務したが、1877年に工学料の廃止とともに、工学校は工作局霊属となり、 工作局長の大鳥圭介が校長に就任し、そして工部大学校と改名された。ダイヤーを通して、引き続き、イギリスから優秀な外国人教師が任用され、多くの授業は英語で行われた。学生のノートや卒業論文も英語で書かれたものが現存している。工部学校には、工部省から在学中の経費を支給される。 完璧生と学士を収める必要のある私揮性の別があった。完璧生には法職義務があり、卒業後7年間は官庁で働くことになっていた。キャンパスは現在の千代田区霞が関山丁目、文部科学省及び金融庁のある一帯にあった。1873年11月入学の学生は仮校舎で授業を受けたが、翌年には最初の組織づくり校舎が 完成。1877年に本館が完成すると世界で最も優れた工学教育施設と考えられた。東京大学と合併し移転した後、学習院と東京女学館の校舎として利用されたが、関東大震災によって倒壊してしまった。文部省が同地に置かれるのはそれ以降のことである。1870年、鉄道技師長エドモンド・モレルは、 伊藤博文に日本が工業発展を円滑に進めるために工部城設置を提案し、その中で日本人技術者を養成するための教務部併設を主張した。この教務部の工学校はスクールとカレッジからなり、スクールで優秀な成績を収めた生徒だけがカレッジに進学することができるとした。1871年、工部城に工学寮が設置され、 基礎教育を行う小学校と専門教育を行う大学校の二校体制とし、1872年9月に小学校をまず開校させようと、1871年末から小学校教師の任用と校舎建設を始めた。1873年に都県として就任したダイアーは大学校のみの一校体制とし、1873年11月に開校した。 入学者の学力が揃わないために予備教育のための小学校を一時期併設した。1877年に専門教育のための本館が完成し、1月11日工学寮が廃止され工作局所活になると工部大学校に改称した。明治11年に第1期卒業生を送り出すにあたり、同年7月15日、天皇陛下の森林を仰いで、 開業式が取り行われた。なお、八百七十六年には、付属機関として、工部美術学校が設置されている。八百八十五年、工部省の廃止に伴い文部省に移管され、八百八十六年の帝国大学令により、東京大学工芸学部と合併、帝国大学工科大学となった。以降の歴史については、東京大学遠隔も参照のこと、 工学旅行学校校舎、1875年頃、幕場工部大学校本館、1880年頃、日本建築学会初期工部省は、英前部局を持たず、山尾は、自らが管轄する、測量士のイギリス人技術者に英前を兼務させた。山尾から、建築様式に、ゴシック様式が指定され、測量士長のイギリス人のコリン・アレクサンダー・マクベインは、鉄道領から、 技師のヘンリー・ジョイナーを東大寮から石膏のマークスと大工のアンダーソンをそれぞれ転属させて小学校校舎、生徒館、教師館の建物を設計建設した。レンガ壁には大量の平鉄筋が入れられ、校舎は1873年末に完成し、日本最初の西洋式学校建築となった。時計塔は当初から計画されていたが、 グラス号から横浜に到着したものが破損していたため、新たに部品を発注し1875年になって取り付けられた。時計塔も含め、グラス号の建築家キャンベル・ダグラスは、マクベインへ、技術的助言、資材の発想、若手建築家の紹介など、様々な便宜を提供した。ダグラスから推薦されてきた若手の建築家が、チャールズ・アルフレッド・シャストールド・ボアンビルで、 1872年末に着任して小学校校舎と生徒間の施行管理を行い、さらに教師官は新しく設計し直した。ザ・エンジニアリングに紹介された後部大学校校舎配置図マクベインが1873年4月にイギリスに一時帰国する際、後部省エーゼンをトーマス・ウォートルスに任せることにし、大学校本館の設計はウォートルスの下で始まった。 しかし、1873年6月に、イギリスから教師団が到着するとともに、設計は、ボアンビルの手に移り、彼は、ケンダイヤーや、物理学教授ウィリアム・エドワード・エアトンらと綿密に、相談しながら、設計案を固めていった。現在では、科学技術の教育に実験、実演、実技、実習は必須となっているが、1870年代当時、 世界的にそのために、どのように施設設計すべきか模索状態であった。1877年に、工部大学高校舎が完成すると、イギリス人建築家のエドワード・ロビンスは、ロイヤル・ソサイティや、王立英国建築家協会の集会で、最も先進的な科学技術教育施設として、紹介し、科学技術教育用施設建築の設計で本とされた。エアトンは、 東武大学校設計図意識を持ち帰り、旧知のロビンスと共に、ロンドンギルド工学校の校舎設計を始めた。外国人教員、ありがとうございます。